時としてご自分が好きだなと思う色というのがご自分の内面の一番いい部分を映し出す色ではないということがあります。そうするといつご自分の顔を見てもなんだか私はこの顔が好きになれない、あるいはどうして私はこんなに自信がなさそうなんだろう、そして挙句の果てには私は自信がない人間なんだ、私なんか何やったってダメなんだというふうに思い込んでしまうんですね。好きなものは似合うものなんです。ただ皆さんが好きというふうに選択をする時の幅が問題なんですね。私にはどうせこんな色は無理無理無理、こんなみたいなのできないね、まあ、これだったらいいかなっていうところから選び取ってきたものなので、実は本当にそれ好きなんですか、あるいは選択肢広い中から選んだものなんですかっていうと、そうじゃないので好きと似合うが違うということが起こってくるんです。デコルテラインの、ね、見え方が似合う色であるのかそうでないのかによって全く違ってきます。自分で自分の体を見た時に、はぁ、私本当に年取ったなっていう感じにならないんです。服が似合うとか似合わないには4つのポイントがあるんですね。40歳過ぎたあたりからですね、もうねイヤリングがないとすぐ普通のおばさんになっちゃいます。このようにこれだけで雰囲気が変わるのが分かりますか。アラフォー以上の女性にはもうね必須です。足のラインが見えないからこれにすればいいだとかっていう風に選んでしまうと、結果として実際の足よりも太く体が大きく見えてしまうということがあるんですね。じゃあテレビに出たいなとか、こうちゃんと神様に聞こえるように言う、テレビに出たいぞって言ったらそうだったのかもしれないですけど、テレビに出たいっていうだけだったの。一番簡単な方法を与えてくださったんじゃないかと。お子さんが小さい時って自分の生きている意味全部がその子供のためになっちゃう、なんか何のために生きてるか分かんなくなっちゃうんですよね。私の存在って全部子供のためなのかなとか、生まれてきた意味とかですね、生きる意味っていうことを人生のね最後に考えるんじゃなくて、今この瞬間に考えてみていただいたときに、なんかざわっとするんだったらもうそれはできる、何でもできるっていうことなんです。どうしてもしなくてはいけないことを最優先にしてしまうんだけれども、したいことすらわからなくなってるかもしれないんですけど、したいことがわからなくなってるなーっていうことにまず気づくことがすごく大事で、皆さんの周りにお気に入りのものがいくつあるかがすごく大事だと思っています。全部の周りの環境は皆さんが食べてるものだと思っていただいたらいい。着る服もそうです。美味しくないけどとりあえず生き延びるために口に突っ込んでる食べ物なのか、食べるたんびに安いものだけど美味しいなーって思える食べ物なのか、実は子育て中でもできるのかもしれないし、このしんどさを感じておられることがもしかしたら誰かの元気につながっていくのかもしれない。幸せになりたいってことは今が幸せじゃない、幸せが遠いところにあってなんか行かなきゃいけないようなイメージなの、幸せってなるものじゃなくて、センサーを今この瞬間に張り巡らして幸せって思えることをキャッチできるかどうか、いい人だねっていう言葉を言われた時に安心してしまうのをちょっとやめましょうと。もしかしたら都合のいい人になってないかな、で、あなたにとってのいい人になってますかっていうことなんですね。自分が自分の良き上司になってあげてください。働かせすぎてる上司になってませんか、嫌味ばっかり言ってる上司になってませんか、ちゃんと褒めてくれてますか、ちゃんとボーナス上げてますか、ちゃんと休息与えてますか、自分だったらどんな上司がいてくれたらいいかな、今日はすごい放送良かったよね、とっても頑張ってたねっていう上司がいいのか、ね、あそこもうちょっとうまく喋れなかったのっていうか、ちょっと空気読みなよとかっていう上司なのかによって終わった気持ち全然違いますよね。ですね、いいお母さんになろうとするんじゃなくて、自分が自分を生きてる姿をお子さんに見せるっていうのが一番お子さんが幸せになります。ありがとうございました。